犬好きの村地元の一帯と言っても村の一地域だけだが犬を恐れてる飼ってる家もなく野良犬を見かけるとみな見ないように家に入ったりその場から移動しただからといって保健所に連絡するわけもなくガキだった俺は不思議で仕方なかった 親や知り合いのおっさんに聞いても「狂犬病が怖いでしょ?」とか「あんまり構うな襲われるぞ」などと言われるだけではっきりした理由がわからなかった友達に聞いたりしたが誰も訳を知らずしばらくの間俺を悩ませたある日友達23人と 林の中の秘密基地で戦争ごっこしてた時友人の河合が犬を見かけた犬をまともに触ったことのない俺らは林の中エアガン片手に犬狩りを始めた河合が見かけたのだがすぐに見失っていてみんなバラバラに林を探索俺も笹で すり傷を作りながらも犬を探した。5分ぐらい散策したとき、バーとかいう叫び声がし、何かあったのかと声のする方へ向かった。そこに俺以外がもう揃っていて、倒れて叫びながら体をバタつかせているワ合を見てた。ワ合はやばいくらい泡を吹きながら、 白目向いてて暴れてる。尋常じゃないことを認識した俺らは一人を大人に呼びに行かせ残りで可愛いを抑えてただが子供では抑えられず可愛いに噛まれたり引っかかれたり相当怪我しながらも顔中からいろんな汁を流しながら俺らは頑張った大人を呼びに行った一人が おばさんと救急隊を連れてきた救急隊は河合に駆け寄ると素早くバンドみたいなので河合を拘束して連れていったおばさんから説明があったのか残った俺らはおばさんに事の次第を聞かれ説教を受けた本当かどうか全てがどうかいまだにわからないがおばさんが言うには 河合は犬に疲れたらしく何年かダメだそうだそのことを河合の両親に伝えるとのことで番号を教えたこの土地で犬に関わるな俺らは犬を目にしてなかったので大丈夫河合が見た犬が特別だったらしいこのことを 家族や周りに話すな。とのことをおばさんに聞かされた。家に入っても何か怖く、親にも聞けずに今も過ごしてる。可愛い一家は引っ越しなどはせず、今も住んでいて、近所付き合いも普通にしてるらしい。あれから6年経つが、可愛いいはまだだめのようだ。時々、 坊さんでも神主でもないが、それらしい人が河合の家に行っているのを見かけた。河合は戻るかな。